これから後半ですが、だいぶ風が強いですね。相変わらず強いですね。何メーター吹いてるかな。5メーター以上、ね、5メーター以上。前半の結果はワン、はい、ワンアップ。いい戦いですね。ね、後半どうですか。後半ちょっと前半なんと3パター3回ということが決まったので、後半はパター慎重にいきたいと思います。はい、みさちゃんどうですか。はい、そうですね、とにかくこの寒さと風に、そうですね、風とお友達になることです。はい、はい、それではもうスタートできそうなので行ってまいりましょう。はい、後半頑張って行ってまいりましょう。行きましょう行きましょう。はい、はい、行きます。お願いします。ロングから、はい、ナイスショー、お願いします。ナイスショー。ニサちゃんも上着投入。やばくねー。やべえよ。近年こんな風、こんな風の、でもなんかやっぱ1月って結構風強いイメージあるかも。そうだね、確かに。そう、パー5だここね。うん、パー5ですね。本当にさ、うん、お天気はめっちゃいいと思うんだね。風さえなければ。風よ吹けとか言ってなかった朝。あと朝誰か風よ吹けとか言ってた。じゅんが言った。え？まさか、まさかのなすりつけ。お二人が風の中でのプレーどうするのか楽しみしてます。風よ吹け。怖いわ。じゅんが言った。怖いわ。もう風をやんでください。今はたまたまちょっと忘れちゃったんですけど、はい、普段は打って、うん、体を冷やさないためにダウンを、普段はダウンをね、はい、羽織って、羽織ってやってるんですね。やってます。ちょっと面倒だけど、脱いだり着たり脱いだり着たり、ね、できる限り体は冷やさないようにしていたいので、ちょっと今着るの忘れちゃったけど。寒い。私もあのリンゴルのパーカー、パーカーじゃないわ、あれはなんて、ウィンドブレーカー、ウィンドブレーカー、かわいい。あれをもう肩にかけて捨てて、うん、肩にかけて捨ててっていうのをずっとラウンド中はやってます。わかる、わかる、かわいい。やっぱ体冷やすとね、痛めるしね、体ね。ほぼまっすぐな感じだね。うん、おー、ちょっとと、あ、止まれ。右フェアウェイ？うん、右フェアウェイゴロって感じ。オッケー、ゴロなら大丈夫。さあさあさあ、後半はどうなるでしょうか。どうなるんでしょうか。気が抜けないからね、相手はショートさんです。パターを、ね、パターが調子上がると。ミッドチャンピオンは違うと思います。メンタルがな、来ると思う、ちゃんと。285、ちょっと風はフォローで、うーん、完璧。いいですね。ありがとうございます。午前中より落ち着いた感じになりました。なんかもっとこう、うん、もうバタバタして、うん、本当にもうフォーダウンぐらいで上がっちゃったらどうしようってちょっと思ってたんですけど、うん、なんとかあと許容範囲内のワンダウン抑えられたので、うん、確かに。ちょっとここから送られればいいなと、うんうん、って思ってます。前半はやっぱりなんか3パットとかもしちゃって、うん、あ、しまった、どうしようどうしようって思ってる時があったんですけど、うん、はい、今は、うん、3パットもするし、今日ちょっと悪いところが全部見えてるので、うん、そこを修正するように残りのホール回っていきたいと思います。なるほどですね。はい、はい。リサちゃんのボールが左側のラフに落ちてました。
左側のラフに落ちてたんだね。ゴロだったから。にゃん。にゃんって何？にゃんって何？にゃんって何？何ヤードですか？受ける今の。今のかわし方やばいっしょ。135の。うん。ちょっと風。はい。ピン左奥。ありがとうございます。あうるさい優しい。おーいい感じ。フェッチピン方向。おーナイスオン。アブレック。あー。まあまあまあよし。ママオッケーオッケー。風で右行ったんかな。うん。ありがとうございます。ナイスさん。はい。キックでちょっと右行った。うん。ね。でもナイスさん。ありがとう。うまし。アイエンさん。うん。つま先、今つま先上がり。つま先上がり。とかってあんまやっぱ体重移動しないようにする。うん。してない。その分。体重移動もしてないし、うん、クラブも、うん、ワンクラブ上げて、あーなるほど、ハーフショットしかしてないから、ミスがね、必然と減る。なるほど。150、うまい。いい感じに風に。風にやられたかな。やられたかな、ちょっとね。ねえ、やっぱ結構風が吹いてるから。うん、やっぱ上は吹いてるのかな。うん、そうか。今日初のバンカーショットじゃないですか。初めてのバンカーショット。二人とも入れてなかったから。ね。ここあんまバンカーなかないのかな。そんなことない。あるんだけど、徹底的に避けてて。なるほど。でも今の高さで埋まらなかっただけラッキーだと思って。確かに。うん。パーンって落ちてた。うん、うまい。おー寄るよ。ナイス。ありがとうございます。バカやってきますね。やっちゃいます、やっちゃいます。ありがとうございます。すいません、じゃあマークお願いします。ナイス。うまい、うまい、うまい。おー抜けた。ちょっと強かったかな。りさちゃんのパーパットです。マスター、ナイス。うん、ナイス。はい、ありがとうございます。分け、分け、はい。あー、バンカーアプローチが良かったですね。ねえ、いやでもね、もうね、寄せてくると踏んでたので。なるほどね。踏んでました、踏んでました。そして、ね、あの強気のバーディーパットだったんですね。いや、普通に下りを見過ごしてた。あ、なるほどね。393のパー4、アゲンスト。アゲンスト、長い、もう400とかそのくらいの長いです。長いです。風強いです。ここで焦らず、はい、ゆっくりと。
左かな。おお、あ、ちょっと戻ってきた。相変わらず風が強うござんす。強うござんす。なんか止まる気配ないですね。まあ、風に向かってどんどん強くなる予報ですね。今ここがちょっと長めのパー4で辛いと思いますけれども。もうついちゃったよ。頑張ろう。もうついちゃったよ。もうついちゃったよ。ナイス。当てに行きましたね。ピボットだった今。あ、なるほどね。ナイスです。バンカーかもしれない。事件。事件です。マジ？はい。手前で困ってればいい。残りが240、はい。はい。3打目勝負で。お。ちょっとやめてたんですけど、プライベート解かないぐらい。はい。落とされちゃいました。ですね。めっちゃナイスショットだったのに。レイアップします。はい。おー、ナイスボール。ありがとうございます。ナイスでーす。いいボールだ。距離だけで、はい、90ヤード。はい。ピンはマイナス6なので84ヤードなんですけど、はい、もうこれだけの風があるので、やっぱりちょっと1番手、1番手、1番手開けて、はい、100ぐらい打つ感覚ですかね。100ぐらいしっかり打つ感覚で。はい。風はね、もうずっと吹いてるんで。じゃあそれでもやっぱちょっと戻されますね。距離のあるバンカーですね。どうやって打つんでしょうか。どん、うまい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 ですね。ありがとうございます。今のはどうやって、どうやって打ったっていうか、どうやって打ったんですか。今のは60ヤードぐらいの、うん、を52度持って一番手上げる的な、一番手上げて、でボールを右足寄りに置いて、右足寄りに置いて、はい、でクラブをちょっと立たせる。ほう。で上から押さえて打つ。でちょっとこう、むしろちょっとダフリー気味に入れて、ほう、スピンを効かせて、ほう、止めるような、低く打って止めるみたいな感じ、ね、感じ、上げる感じじゃなくてね、うん、ちょっと抑えて打つ。へです。はい、ありがとうございます。さあ、今のパットでだいぶ気合が入った感じですかね。はい、これはちょっと見たいな。パ。一握り。一握り。一握り？一握り？どうすちなわ？一。もう一回言って。紙一重。正解です。紙一重かな。なんだろう。なん。でもこんでその、でもわかるよね。わかる。言いたいことわかる。おかしい感じ。うん、ちょっとの、あとちょっとだねってことね。そうそうそう、2人頑張ってますね。頑張ってますね。終わったらお風呂に入ってほしいですね。
そうですね。うん。そうですね。168のフォロー、パー3。手前身につけた方が肩は打ちやすいそうなので。あ、確かに。そのつもりで。はい。ちょっとグリーンが受けてそうです。風が上がどのぐらいいってるの？うん。珍しい。ちょっと左に引っ掛けましたね。そうですね。やっちゃった。はい、こちら来てください。はい、今日リサちゃんのアプローチ。難しい。ちょっと上の方にグリーンが。でも今のはナイスパット。あと、やばい。